先発は6連勝中の古谷でありました。立ち上がり3番の長谷が空振り三振で三者凡退発進。そしてホークスはロッテ戦初登板オセゲラ、ランナー1人を出した後2番の荻野、1回の裏バスターエンドラン成功、レフト前ノーアウト2塁1塁で、さあ先取点のチャンスに3番の井口、ところがこの変化球にタイミングが合いません。4番の今江も同じようなボールに打たされます。ショートゴロ、ダブルプレー、ロッテ先取点のチャンスを逸しました。2回の表、古谷が2本のヒットでバッター本田、しかしこの打球を今江がグラブでイレギュラーバウンドを内野安打にとどめました。そして満塁の後、細川の打球はセンターフライ、先取点を与えませんでした。0対0で迎えた3回の裏、ワンアウトから9番里崎、会心の一撃、どこまで飛ぶんだろうという第3号の先制アーチがレフトスタンドへ。1対0とロッテが1点を先行です。4回の表、最近好調バッターペーニャがランナー1人置いて登場。しかしながら古谷巧みな投球は6-4-3、ショートゴロ、併殺でピンチを逃れます。後半に入った6回の表、ホークスまたしても2アウト2塁1塁でペーニャ、ここは古谷が今度は三振。6回の裏、エンジンを組んで臨んだこの攻撃、里崎がこのゲーム2本目のヒットをレフト前へ。今日の里崎は3安打猛打賞でした。さらに2アウト満塁のチャンス、バッター角中、しかしオセゲラのこの投球にしてやられます。ショートフライ、追加点なし、1対0が続きます。7回の裏、マリーンズの攻撃、鈴木大地右中間を破ります。そして2アウト1塁3塁、バッターは1番の根本、三遊間、松田が好プレー、セカンドフォースアウトにして得点を与えません。8回の表のホークスの攻撃、ワンアウト2塁1塁で4番の内川、ピッチャーはこの8回からロサ投入、しかし力でねじ伏せてライトフライ。この局面でセカンドランナーの中村が飛び出してまして、タッチアップして三塁に向かうことができません。その後2アウト2塁1塁で5番の松田、ここはまた松田がよく守ります。鈴木大地の好プレー、松田の打球をさばいて、そしていよいよ9回の表、松田がマウンドに上がり2アウトランナー2塁、代打柳田悠岐を空振り三振。古谷口を開けて大歓声、8勝目をマークは古谷、7連勝という一戦は1対0というゲームでありました。